2003年のハリケーンクローデットは2003年に大西洋で発生した3個目のトロピカルストームであり、また最初のハリケーンである。かなり透明な7月の大西洋のハリケーン、クローデットはカリブ海西部でトロピカルウェーブとして生まれた。速い速度で西へ向かい、ユカタン半島を横切ってから北西にメキシコ湾を進んだ。クローデットは 冒頭コーナーに上陸する直前まではトロピカルストームであったが急速に発達してサファシンプソンハリケーンスケールでカテゴリー1のハリケーンになった。発生から消滅まで通して震度や強さの予報が不正確であったためにその震度沿いで広範囲にわたりたびたび不必要な備えが行われることとなった。アメリカ合衆国では7月に ハリケーンが上陸したのは1997年のハリケーンダニー以来のことである。このハリケーンでは計3名が死亡し、主に強風と広範囲にわたる海岸の侵食でテキサス州で被害が生じた。ブッシュ大統領はテキサス州南部の一部を被害を受けた市民が支援を申請できるフェデラルディザスターエリアと宣言した。クローデットはまた大量の雨を降らし、 メキシコのキンタナロー州やセントルシアで若干の被害が生じた。ありがとうございます。